アドルフ・チェフは、チェコの指揮者。アントニン・ドボルザーク、ベドルジハ、スメタナ、ズデニエク・フィビフラ、チェコを代表する作曲家の数々の作品の初演で指揮を担当している。特に、ドボルザークの作品では、公共曲、第2番、第5番、第6番や、4本のオペラ、スターバト・マーテルなど数々の作品の初演で指揮を担当している。また、 スメタナの連作公共誌、我が祖国、4本のオペラもチェフが初演を担当している。また、これらに加えて、チェフは、ベオトルチャイコフスキーの2本のオペラのロシア国外発、上演や、ジャック・オフェンバックの7本のオペレッタのチェコ発、上演などでも指揮を担当している。このように、指揮者として功績を残している、チェフであるが、指揮者だけでなく、バス歌手や、 リブレットの翻訳家としても活動していた。アドルフ・チェフは、1841年12月11日、オーストリア帝国のプラハの南に位置する町、セドレツプルチツェで、歌唱教師の息子として生まれた。出生名は、アドルフ・ヤンはアントニー・イン・タウシク。兄弟に、後に歌手として活動するカレル・チェフがいる。チェフは、音楽家になる前は、プラハで、 エンジニアになる勉強をしていた。1862年より仮劇場の聖火隊指揮者兼副指揮者となった。同劇場でチェフは、ジュゼッペ・ベルディのイルトロ・バトーレ、ガエターノド・ドニゼッティのベディザー・リオ、ジョアキーノ・ロッシーニのオテッド、アルベルト・トロル・チングのロシア皇帝と、フナダイク、ジャコモ・マイアベアのディノラ、フリードリ・ヒフォン・フロ等のマルタや、 アレッサンドロ・ストラデッラといったオペラの指揮を担当した。1862年から1866年まではバス歌手としても活動しており、オペラ中の小さなソロを担当している。例えば、セビリアの理髪師のバジリオ、ヨグノー・京都のマルセル、グラナダの野営のペドロ、イルトロ・バトーレのルイスなどの役をこなしている。1864年には、ウジェーヌ・スクリーブが書いた。 ユダヤの女のリブレットをチェコ語に翻訳したり、ジャック・オフフェンバックの地獄のオルフェのチェコ書演も行っている。1865年から1866年の間、オロモーツのチェコ劇場に代理指揮者として赴任していた。1867年になって仮劇場に戻る。そこで主にコミックオペラの指揮によってチェフの名は徐々に有名になった。チェフはオフ,フェンバックの 盗賊、トレビゾンドビメ、雪だるま、密漁者、青髭、美しきエレーヌの指揮をしている。1873年にはロベルト・シューマンの公共局第3番のプラハ書演で指揮している。1874年夏に仮劇場の芸術監督を務めていたスメタナが体調を崩し仕事ができなくなると、チェフはスメタナの代理として指揮台に立った。 スメタナが同年秋に正式に仮劇場から退くと、後任にはスメタナと激しく対立していたヤンネッポムクマイールが復帰する形で就任した。チェフは1875年4月4日、スメタナのブルタバの初演を指揮を担当した。同曲は後に全6曲からなる連作公共し、我が祖国の第二曲となる楽曲で、1882年に、 全曲通しての初演が行われた。この初演時もチェフは指揮者としてステージに立った。1876年にはドボルザークのオペラブルジェ・デフラ・バンダを初演し、12月18日には弦楽セレナーデも初演した。これと同じコンサートにスメタナの公共詩『シャールカを初演している。同曲は我が祖国の第三曲となる楽曲である。チェフは この時期に、スメタナのオペラの初演でも指揮を行っており、口づけ、秘密の初演で指揮をしている。加えて、二人のヤモメの改訂版初演でも指揮者を務めている。ドボルザークは、1876年の8月から9月の間に、ピアノ競争曲を作曲した。この楽曲は、カレル・スラフコフスキーの依頼で作曲され、初演時は、スラフコフスキーのピアノで行われた。 この時、チェフが指揮をしている。1879年3月25日、ドボルザークの公共局第5番、4月23日に祝典更新局派長長の初演も行っている。さらには、同年5月16日には、ドボルザークのチェコ組曲を初演。このコンサートでは、スラブ部局第1週、第1番、第2番、第4番の還元楽版初演も行っている。 1880年12月23日には、プラハの音楽芸術協会の定期演奏会で、ドボルザーク初の宗教をテーマにした楽曲である、スターバト・マーテルを初演した。ドボルザークの公共曲第6番の上演は、トラブルが原因で、チェフに初演の式が回ってきた。もともと、ドボルザークは、同曲の作曲を依頼したハンス・リヒターに検定した。そして当初は、 リヒターが1880年12月末にウィーンフィルハーモニー還元楽団と初演する計画であった。ところが、リヒターが私生活において事情ができたこと、当時のウィーンにおける反チェコ感情などがあったこと、さらにはドボルザークが事実上ウィーンでは無名の存在であったことなどの事情が合わさり、何度も延期されることとなった。結局、ドボルザークは、 チェフの初演の申し出に応じ、1881年3月25日に、プラハで、同曲は初演、チェフが指揮した。最終的に、ウィーンでは1883年まで演奏されることはなく、リヒターの指揮ではなかった。リヒター自身はこの曲の指揮を何度も言ったが、ウィーンで指揮することは一度もなかった。チェフが所属していた仮劇場は、 1881年6月11日に国民劇場が開場し、チェフは仮劇場から引き続き国民劇場に所属することになった。国民劇場開場時のコケラ落としでは、スメタナのリブシェが上演され、チェフが指揮を行っている。翌1882年10月29日には、スメタナのオペラ、悪魔の壁を初演。ただし、このオペラの初演は、 オペラ自体の難しさに加えてリハーサル不足なども相まって失敗に終わっている。このオペラの初演の失敗から数日後、11月5日には、スメタナの連作公共し、我が祖国の全6曲通しての初演で指揮棒を振るった。この初演は成功を収めている。1882年7月28日、チェフは、 ビョオトルチャイコフスキーのオペラのロシア国外初演、オルレアンの少女のチェコ初演でも指揮を行っている。1883年に、チェフはカリン劇場の主席指揮者となり、1900年までその地位にあった。1884年3月28日、ズデニエク・フィビフのオペラ、メッシーナの花嫁を初演。1885年には、リヒャルト・バーグナーのオペラ、 ローエン・グリンを国民劇場初上演。チェフはこの後1894年にバーグナーのニュルンベルクのマイスター・ジンガーの国民劇場初上演でも指揮をしている。1887年6月15日、ドボルザークのオペラ、王様と住み焼き海底散板の初演をしている。同年11月2日、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの ドン・ジョバンに世界初演100年祭でも指揮している。1888年3月、チェフはドボルザークの公共曲第2番を初演。同曲は1865年に完成していたが、その際には初演されることなく、いくらか改定を加えて初演された。この初演がドボルザーク存命中に行われた公共曲第2番の唯一の上演であった。 この初演で、チェフは、ドボルザークの公共曲を3曲初演したことになり、結果的に、ドボルザークの公共曲を最も多く初演した指揮者となった。チェフは、チャイコフスキーのオペラ、エフゲニー・ヨネーギンのチェコ発上演のために、オーケストラの練習で指揮を行っている。これは、同オペラのロシア国外発上演でもあり、台本は、マリエ・チェルビン・コバー・リエグロバーによってチェコ語に、 翻訳されたものを使用した。ただし、1888年12月6日のチェコ発上演では、指揮を作曲者でもあるチャイコフスキーが担っている。1892年10月12日には、チャイコフスキーのオペラ、スペードの女王の国民劇場でのチェコ発上演でも、揮を行っている。この発上演は作曲者であるチャイコフスキーも感激している。 1893年には、スメタナのオペラ、売られた花嫁をベルリンで、初上演し、大きな成功を収めた。1897年12月28日、フィビフのオペラ、シャールカの初演を国民劇場で行う。1898年6月19日、ドボルザークのオペラ、ジャコバン・トーイン改訂版の初演を行った。同年8月6日には、 ユリウス・ゼエールの劇、ラドゥースとマフレナのフズ音楽を所演。1899年4月23日、ドボルザークのオペラ、悪魔とカーチャを所演した。1903年12月27日に、プラハで死去。62歳没。遺体は、プラハのオルシャンス系墓地に埋葬された。ゾンメージは、1867年までは、オーストリア帝国。 それ以降は、オーストリア・ハンガリー帝国の構成国としての、ボヘミア王国。スメタナが仮劇場の指揮者になる前、仮劇場の主席指揮者であった。国民劇場は、会場から間もなく、火災により消失し、1883年末に再会場した。その消失から再会場までの間、一度は、国民劇場内に吸収された仮劇場が、別の場所に、 同盟で復活し、活動していた。チェフは、公共局第2番、公共局第5番、公共局第6番の初演で指揮した。この他のドボルザークの公共局の初演については、公共局第7番、公共局第8番が、ドボルザーク自身が指揮し、公共局第3番、公共局第4番が、スメタナ、公共局第9番、新世界より、が、アントンザイドル、 公共局第一番、ズロニゼの影が、ミランサックスの指揮のもと、それぞれ初演された。ありがとうございます。